我々は極寒の北のメガシティ札幌市が生んだあの大本命をうっかりスルーしちゃってました。それは北海道民魂の一杯、そう札幌味噌ラーメン。たっぷりの野菜と北海道名産のコーンとバターがトッピング、濃厚な味噌スープにバターを溶かしていただく北海道、いや日本を代表するラーメンだが、あまりにも王道すぎて今さら秘密などあるのだろうか。そこで札幌味噌ラーメンを探るべく札幌市へ。すすきのにいたどさんこビジネスマンは、北海道のラーメン特集したんですよ。味噌ラーメンやってなくて。それはやらないためです。それはやらないためです よ, ですよ。あ、そうですか。北海道民バカにしま す,、はい、企画立ち上げますか。立ち上がってます。味噌、はい、ラーメンって全国的に一緒なんじゃないかなって。何を言ってんすか。寿司のコーン忘れてた。では我々の知る札幌味噌ラーメンとは一体何が違うのか、うん、味噌ラーメンって今日これですよね。いや違う違うな。でも全然違うと思う。全然違う。全然違う。トッピング入れすぎかな。なんか違うラーメンだよね。うん、なんか違うラーメン。なに、札幌味噌ラーメンが違う。いや、だいぶシンプルに玉ねぎにもやしだけ。コーンとかバターは乗っかってない。乗っかってない。乗っかってない。コーンとかバターとか絶対いりません。いや、うちらは入れない。あ、そうなんすか。それが生ラーメン。生ラーメン。これがなんか観光客向けっぽいですよね。そういう探すのが大変だよね。わかんないから。僕らが食べてきた味噌ラーメンは味噌ラーメンじゃないですか。いや、おたくらの味噌ラーメンってこと。こっちは札幌の味噌ラーメン食べてほしい。絶対違うんです。違う違う。そうだったのか。県民熱愛グルメ、北海道札幌味噌ラーメン。現在札幌市内で味噌ラーメンを出すお店は、うん、なんと驚異の500軒以上。一体どの店を取材すればいいのか。一番有名なのは多分純連さんとかすみれさんだと思います。そんな有名なんですか。のれん分けしてるようなお店とかもね、うん、ありますんで、本当に一番有名なお店だと思います、うん。札幌味噌ラーメンの2大横綱、純連さんとすみれさんからのれん分けし、道民から純すみ系と呼ばれるラーメン店が市内に30軒以上。そこで雪かきしている道民を横目に、札幌味噌ラーメンの2大巨頭の一角、すみれさん本店へ向かってみると、おっと出ました。気温0度のいてつく寒さの中、たった一杯の味噌ラーメンのためだけに道民たちで行列発生中。店内にお邪魔すると、おっとここでも道民たちがウェイティング。本場札幌の道民たちを虜にする味噌ラーメンとは一体。するとお待たせしました、味噌ラーメンです。待望の味噌ラーメンが着丼って、おや、生姜が乗ったチャーシューにネギ、メンマ、もやしはあるが、やはりコーンとバターの姿はどこにもない。超シンプルスタイル。さらにあれれ、ラーメンの醍醐味、湯気が全然立ち上っていないじゃないか。しかし道民が麺を一気に持ち上げると、おお、湯気大量発生。さらにこちらのテーブルでも大量の湯気とともに味噌ラーメンを一気にすすり上げた。道民たちはこのなまら熱そうな味噌ラーメンをほとんどフーフーすることなく、黙々の湯気の中、涼しい顔でズルズルとご堪能。美味しいです。麺の味に負けないスープの強さがあるので、ちょうどこの縮れた麺とその太さにスープが一緒に絡まってきて、口の中で見事なマリアージュです。味噌、マリアージュ、味噌、生姜、もやし、ネギみたいな、なんか全部オーケストラです。スープ見てると湯気出てなかったですよ。あのスープに油でこう蓋がしてあるんですよ。何、油の蓋。油の蓋があるからもうずっと熱いから待ってても冷めないんですよ。皆さん夫婦とかせずに結構ガッツリ行ってた。外が寒いから、うん、暑いの欲してたんです。暑いの欲してたんですか。寒いんで。どんぐらい暑いんですか。夏の
ボンネットの温度みたいな。そうだへー、そうだったのか。札幌味噌ラーメン、一般的な味噌ラーメンの温度がおよそ70度に対し、すみれさんの味噌ラーメンを測ってみると、なんと沸騰寸前、驚異の90度オーバー。その激熱スープの秘密がこの大量のラード。熱した中華鍋にラードをたっぷりと加え、道民の定番玉ねぎもやしをささっと炒める。さらに一般的な味噌ラーメンは様々な調味料をブレンドした味噌ダレと豚骨などのスープを丼の中で合わせるが、札幌では味の要味噌をなんと直接中華鍋に投下。これってどういう味噌ダレですか？これってこの黒味噌になりますね。白味噌？うん。なに、生の白味噌？味噌ダレは使わないですか？味噌ダレではやっぱ美味しくないです、味噌の場合。すみれさんでは生の味噌を高温の中華鍋で炒め、味噌が焦げるまで水分を飛ばして味噌本来の香ばしさをプラス、そして豚骨ベースのスープを丼ではなく中華鍋の中で野菜とともに味噌にドッキング。具材の調理からスープ作りまで全ての工程を中華鍋だけで完結させるのが札幌スタイル。かくしてコーンもバターも必要なし、シンプルながら濃厚な激アツ味噌ラーメンが完成。コーンとかバターとかあった方が美味しくないですか？あ、やだやだ、気持ち悪い。そんなもの一緒に食べたくないんですよ。独創では普通に入れてますけど。え、勝手にすれば。では純粋系以外の味噌ラーメンはどうなのか。道民に人気の行列店信玄さんに行くと、お待たせしました。運ばれてきた味噌ラーメンは、おっと、さっきと違ってなまら湯気ボーボー。どうやら信玄さんではラード少なめのようだが、うん、油はほぼないです。実際見た目ね、こってりしてるように思うんだけど、意外にスープはあっさりしてるんですよ。普通ね、スープ残す人もいるけども、このスープはもう私いつも全然味噌ない。全然美味しいです。信玄さんでも生の白味噌をやはり直接中華鍋に放り込み、スープ作りを中華鍋の中で完結させる札幌スタイル。ラードが少ない分グッツグツに煮立たせることで極寒の札幌仕様にバッチリアジャスト。凍てつく道民たちの冷え切った体を胃袋ごとほっかほかに温めてくれるのだ。美味しい。ところで先ほどのすみれさんも麺は中太の縮れ麺、他のお店の札幌味噌ラーメンを見てみてもどれも漏れなく中太縮れ麺。これは一体なぜなのか。その謎を探るべく札幌の製麺業界のトップランナー西山製麺さんの社長さんを直撃。札幌ラーメンの場合は中華鍋、これでもって全部調理しますので、スープ熱いんですよ。暑いから東京風のラーメンよりも持ち上げてからふう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 って冷ますないと口やけどしちゃいますから、ふうふうふうって冷ましてる間にスープが全部落っこっちゃいますんで、あの上で食べることによってスープが乗りますから、麺とスープを同時に一緒に口に運ぶということで、のウェーブをかけたと。お店で食べてるとこ見たんですけど、ほとんどの方ふうふうせず食べてました。ふうせず、口が熱いのに慣れてきてるんでしょうね。はい。札幌味噌ラーメンは創業75年の味野三平さんが当時お店が屋台だった頃に考案。その後北海道を飛び越え全国区となったのは皆さんもご存知の通りだが、一体なぜこれほどまで味噌ラーメンが日本中に広まったのか。新横浜ラーメン博物館の館長岩岡さんにその理由を伺った。本州ではまず味噌味のラーメンってなかったと思うんですよね。昭和、40年頃になって東京と大阪のデパートの催事で味噌ラーメンを出したところ大人気になって、まあ、そういうものがあるということをこう知らしめたっていうことが一つあるんじゃないでしょうか。極めつけは昭和43年に札幌一番味噌ラーメンが発売され、それは爆発的に人気になって札幌の味噌ラーメンが全国に広まっていったと考えられます。